さあ、2015年の数学 2B 第2問解説していきます。関数 y イコール2分の 1x の2乗、fx イコール2分の 1x の2乗の x イコール a における微分係数 f'a を求めようと。で、これ何かというと、まあ、平均変化率っていうかね、f'a の定義に基づいて解いてるやつなわけですね。だからちょっと忘れてた人はね、ギョギョとなったのかなと思います。リミット h が0に飛ぶことの h 分の fa プラス hマイナス FA。これが F'A の定義ですからね。いいですか？はい、これ計算していきましょうか。リミット H が0に飛ぶことの H 分の、はい、FA プラス H は FX の X に A プラス H を入れるだけですから、2分の1倍のカッコ A プラス H の2乗。で、FA は単純に X に A を入れるだけですね。こうなりますと。で、そうすると、リミットの h が0に飛ぶことの h 分の、これ展開すると2分の 1a の2乗が出てくるのでキャンセルされます。2倍の ah で2分の1倍がありますから、ah が出てきて、プラス h の2乗が出てきますが、こうなるわけですね。したがって、これ、分母分子に h がありますから、約分することができて、リミット h が0に飛ぶことの a プラス2分の 1h というふうなわけですね。失礼しました。はい、ですから、まず、fx の平均変化率は、ここですね。あれ ?2 分の 1? 失礼。2分の1、2分の1、2分の1、合ってますね。はい、2分の1になっているので、問題ないですね。ごめんなさいね。ここか。fx の平均変化率は、平均変化率ってここの部分ですよ。ここの部分ですよ。x の増加量分の y の増加量ですからね。OK。まあ、正確にはここの分母って a プラス h マイナス a なんですよ。だから h になるわけね。OK。だ平均変化率は、はい、ここの部分。a プラス2分の 1h であると。したがって求める微分係数は、リミット h が0に飛ぶことの、はい、うが0ですね。a プラス2分の h になりますと。で、h を0に飛ばしたらどうなるのかっていうと、当然これ0になるわけですから、a しか残りませんので、これ答えは a だと。OK。ということで、A に入るのが A になります。よろしいですか？あいうえ、順番に A40A ですね。よろしいでしょうか？はい。で、まあ、これは簡単に言えば、まあ、F'A 求めただけですから、この F'A を使ってあげて、以後話を進めていきますよと。括弧の2番、放物線、あ、こっち行きましょうかね。括弧の2番、放物線 y イコール2分の 1x の2乗を c とし、c 乗に点 pa2 分の 1a の2乗を取ると、ただし a は正としますと。点 p における c の接線 l の方程式はって言ってるんだけど、別にまあ難しくはねえな。よいしょ。よいしょと。ここに点 P っていうのがあって、まずこの接線の方程式求めなさいって言ってるわけですね。OK。で、当然これは傾き、接線の傾きを求めるんだけど、括弧の1番で F'A 求めてますから、まあ、F'A をうまく使って求めてあげれば問題ないですね。はい、ということでこれ計算すると、AX マイナス2分の 1A の2乗と。いうふうに接線の方程式出てきます。はい。ですから、O カーに入るのが A と2分の、だから2ですね。ですか ?A と2ですね。で、あると、直線 L と X 軸との交点 Q の座標は、ここですね。Q と。はどうなりますかって言われたら、X 切片求めるだけですから、Y イコール0代入すれば終わりですね。OK。ということで、Q の X 座標は、ここに0代入してあげればおしまいですから、0に代入したやつ解いてみてください。X イコール、おっと。Q の X 座標が2分の 1A ですか2分の 1A と出てきますので、こいつは2分の 1A0 になります。はい、ですので、Q に入るのが A2 ですね。A2 と。で、点 Q を通り L に垂直な直線を M とすると、点 Q を通り L に垂直な直線、こうですか。こいつを M としますと。ですかね。で、M の方程式はどうなりますかと。M の方程式って何かって言われたら、こいつは傾きがこいつを直行するわけですから、この傾きの逆数の if 号を考えればいいと。したがって M っていうのは、y イコールマイナス a 分の1、括弧 x マイナス2分の a になりますので、はい、計算してあげて、
マイナス a 分の 1x プラス2分の1というふうになります。はい、したがって k 項に入るのがマイナス1、さあに入るのが a、 c 数が1、2の順番ですね。 OK ですか。はい、ということで、まあ、ここの切片も2分の1というところまで分かったわけですね。はい、ここが括弧の2番の前半戦でございます。で、後半戦ですね。直線 m と y 軸との交点を a とすると、直線 m と y 軸との交点を a としますと、これが a。で、三角形 APQ の面積を S と置くと、APQ ですから、これですか ?APQ の面積を S と置きますと。で、S を A の式使って表すわけですね。いいですか?さあ、これどういうふうに表していけばいいのか、三角形 APQ の面積どうやって表していけばいいのかっていうと、まあ、正直やり方はいっぱいあります。いっぱいあります。まあ、その中でも最もベーシックなのは多分これかなと思いますね。こういうふうに P から垂線を下ろしてあげて、この台形、この台形ね。この台形から直角三角形2つを引くっていう風にやるのがベストかなと思います。いいですか?はい、そういう風に考えると、S っていうのは、ちょっとこれ区切っとこうかな。S っていうのは、台形から直角三角形2つを引くという風にして求めてあげればいいので、これでいきましょうと。ね、別に AQ の長さ求めて PQ の長さ求めて掛け算して割る2でもいいですよ。あんまりどうでも計算量変わらないですからね、okay。 はい、ということでこれで計算していくと、台形の面積そんな難しくないですね。これ入るかな、全部計算微妙そうだな。こっちがいきますね。はい、 S の S イコールのところからですよ。 S イコール、まず台形の面積ですが、こっち1回戻りますよ、ごめんなさいね。ここ上底、ここを仮定にして高さかける2分の1でいいですね。OK、はい、戻ります。2分の1倍の上底足す仮定かける高さ。A、2分の A ですか。かける2分の1と。こんなだけですね。あ、2分の1じゃねえじゃん。A じゃん。失礼。A ですね。OK。で、引くことの直角三角形2つです。直角三角形がこっちまた戻りますよ。ここの直角三角形行くと、ここ2分の1、ここ2分の A。だから2分の1かけ2分の A かけ2分の1です。こっち側の直角三角形は、ここの X 座標が A で、ここが2分の A なんだから、ここの長さも2分の A ですね。高さは2分の 1A の2乗です。はい、戻ります。それで2分の1倍の2分の1かけ2分の A と、2分の1倍の2分の A かけ2分の A の2乗ですね。OK。式がね、なんかね、ゴツゴツしてるので見にくいかもしれないけれども、やってみると意外と簡単なんですよ、これは。OK。そうすると、こっちは4分のが出てきて、8分のが出てきますから、8分ので通分しておくと、8分の上が 2A の3乗プラス 2A。こっち側が、マイナス A の3乗とマイナス A。ですから、8分の A の3乗プラス A というふうになったわけですね。OK。はい、ということで、あ、これ、くくらなきゃいけないんですか?めんどくせえな。8分の A カッコ A の3乗、2乗か、足す1と。いうふうになります。これが整数に入る部分、1、8ですね。OK ですか?はい、次です。また Y 軸と線分 AP 及び曲線 C によって囲まれた図形の面積を T と置くと、こっち行きますよ。どこのことを言ってるのかっていうと、Y 軸と、AP と曲線 C によって囲まれた部分ですから、なんかこのナイフみたいなね、この部分の面積求めろって言ってるわけです。いいですか。さあ、この面積自体も、まあ、簡単に求められちゃ求められるんだけど、積分をして求めてもいいんですが、これは6分の公式を使ってあげた方が早いですね、圧倒的に。いい?この O から P に線を引いてあげたここの部分、ここの面積って実は簡単に6分の公式で求められますよね。いいですか?で、残された部分のこの三角形、この三角形。これって底辺が2分の1で高さが A になってるだけですから、この面積もやっぱり簡単に出ますよねと。OK? はい、ですので T っていうのは6分の公式使います。6分の絶対値2分の1横幅の3乗。ここからここまでの横幅 A ですから A の3乗。足すことの2分の1倍の底辺かける高さと。
こうなるわけですね。なんだかめっちゃ簡単でしょ。 OK。 はい、そうすると分母がこっちは12分の、こっち4分のですから、24分ので通分しておくと、24分の 2a の3乗足す、6a ですから、12分のでええやんけ。失礼しました。12分ので通分しておくと、a の3乗分プラス 3a になりますから、a でくくってあげて、t の式こうなるはずですね。はい、ですから、t2 ターに入る分、タが3で、t2 が12ですね。OK ですか。はい、ということで t ここまで来ました。次です。a が正の範囲における s-t の値について考えましょうと、面積に引き算していくよと。s-t の式どうなりますかって言ってるんだけど、s も t もそれぞれ求めてるわけですから、はい、こっち側で計算をしていきましょうか。s-t ですが、s が、何やったかいな。8分の、展開しておきますね。a の3乗プラス a。引くことの12分の a の3乗プラス 3a と、こうなってるわけですね。OK。さあ、これで引き算をしてあげます。24分ので通分してあげれば、こっち側が 3a の3乗で、こっち側が 2a の3乗だから a の3乗、こっち側が 3a で、こっち側がマイナス 6a になるか、マイナス 3a ですか。はい、ですので、これをまた A でくくってあげるので、めんどくせえな、これ、いちいち。24分の A かっこ A の2乗マイナス3というふうになるはずですね、と。OK。で、やると。で、A が正の範囲であるから、S マイナス T が正。ね、0よりも大きくなるような A の取り得る値の範囲はどうなりますか、と。いいですか。要は今、この S マイナス T が正になるような条件考えなさいと言ってるわけです。で、今、A が正なわけですから、もうこいつってプラスじゃないですか。決定じゃん。A が正なわけだからね。だからここの符号だけ見ればいいですよね。A の2乗マイナス3だけね。で、そうすると、y イコール A の2乗マイナス3っていう二次関数書いてあげると、横軸 A にしてあげたら、これルート3とマイナスルート3で交点を持ってるわけですよね。OK? なので、こいつが正となるときってどういうときですかってやったら、ルート3よりも、右側に a があるときですから、s-t が正ならば、a は、ルート3よりも大きいよねってことで、2に入るのが3になります。2に入るのが3ってなんか面白いですね。2は3ですよ。いいですか。はい、また a が正のとき、s-t の増減を調べると、s-t はほにゃららで最小値を取りますよと。OK。すなわち、この三次関数の最小値を考えなさいと言ってるわけですから、こいつ適当に GA とかっていうふうに、もう FX 使ってますからね。GA とかって置いてあげて、微分して増減調べてあげましょう。そうすると G'A、どうなりますか ?G'A は、24分の1倍の、括弧、3倍の A の2乗マイナス3になるので、8分の1倍の a の2乗引く1になると。3くくり出して8分の1になるから a の2乗マイナス1になると。a の2乗マイナス1は和と差の積に因数分解できるので、こうなるはずですよね。OK。ということで、y イコール ga っていうグラフの増減を調べてあげると、こういうふうになってるはずなんだな。OK。マイナス1と、1の時に極値を持つわけです。いいですか。で、今、A が正の範囲での最小値を考えるわけですね。いいですか。A が正の範囲での最小値を考えてあげると、明らかに A イコール1の時に最小値を取ってますので、はい、最小値は A イコール1の時で、最小値。この GA の A に1を代入してください。24分の1引く3ですから、24分のマイナス2です。マイナス、24分のマイナス、マイナス12分の1ですか。マイナス12分の1と出てきますので、最後の、ねのはひに入る部分がマイナス112っていうふうになるわけですね。OK ですか。
はい、なのでまあ機械的な計算ではあるし、6分の公式を使えば多少ね、時間の短縮ができたと思いますので、できればねこの第2問全体を通して12分ぐらいで終わらせてほしかったかなというのが、9割を目指す人のノルマですかね。で、まあ、7割を突破目指していく人たちだったな、すげえ噛むな今日、目指していく人たちだったならば、第2問全体通して大体17分ぐらいで終わらせてほしいかなと思います。ですかね。はい、解説以上です。